平成31年4月17日、阿蘇ユネスコ世界ジオパークの協定先である香港ユネスコ世界ジオパークの中学生が阿蘇ジオパークを訪問しました。今回訪れたのは香港ユネスコ世界ジオパークのジオパークスクールの一つであるセントポール中学校の生徒27名です。阿蘇火山博物館で行われた歓迎式では、池部館長が前日16日の中岳第一火口のごく小規模噴火を受け、今噴火している火山をしっかりと見ていってくださいと挨拶。そしてセントポール中学校からペナントとクリスタルのペーパーウェイトの記念品が贈られました。その後火口見学が予定されていましたが、この日火口周辺1キロメートルは立ち入りが規制中だったため、生徒たちはジオガイドの案内のもと火山博物館内を見学しました。香港ジオパークとは2013年に交流プログラムを開始、正式なパートナーシップの連携を行っており、今回のプログラムで生徒たちは草原学習館などを訪れ、阿蘇カルデラの成り立ちや草原保全の取り組みを学びます。